J3 昇格に向けて必要な観客動員数を増やすためにどうしていくのか、今から話し合いが行われます。高知市で行われた高知ユナイテッドのホームゲーム集客作戦会議。ユナイテッドをはじめ県やマスコミ、銀行などさまざまな組織の代表者らが集まりました。ユナイテッドは今シーズンから社長に元寮母の山本志穂美さんが就任したほか、鳴子をモチーフにした新しいホームユニフォームがお披露目されるなど一新。リーグ戦15試合を終えた現在の成績は12勝2敗1分けと首位をキープしています。 J3 昇格にはリーグ2位以内に入るだけでなく、今年15試合あるホームゲームの入場者数が年間3万人、1試合平均2000人を上回ることが条件です。しかしこれまでの9試合では平均1100人と大苦戦。残り6試合で2万70人の集客をクリアしようと県が発起人となり、今日の会議が開かれました。そういえばサッカーに関心がない人も呼んでこれるような新たなそのコンテンツというのをプラスオンしていかないと難しいと。難しいですよね。会議ではサッカーファン以外にも試合を見に来てもらえるよう、芸能人や声優をゲストに起用する意見や、駐車場の混乱を避けるためバスの利用者に特典を設ける案などが提案されました。選手たちは本当にこの暑い中でも毎日一生懸命練習を重ねて、もう泣き言一つ言わず努力しています。で、彼らのあの頑張りに報いるためにも私たちは何が何でも3万人集めて、はい、しっかり彼らの援護をしていきたいと思っています。もう絶対今年 J3 に上がりたい、そう思っています。